通りました。もう神吉織さんっていう美容師さんにもう合間に死ぬほどチェキを取ってもらいました。で、アイドル衣装のチェキはアドコミさんの宿題とお手紙が来すぎてもう在庫がなくなってしまったので、あとはこのジーンの中から4パターンの衣装と、じゃん、これはうさぎさんですね。あ、MC さんバッチありがとうございます。いつも嬉しい、ありがとう、めっちゃ嬉しいです。 MC さん、はい、これがうさぎさん衣装ですね。うさぎ衣装で、これが猫耳ですね。これはハロウィンの時にも公開した衣装です。あとこれはちょっとミッキーさんっぽい感じのオフショット。でウェディングドレス、ウェディングドレスはちょっと枚数が撮影の関係で少ないですね。あとはプライベートなお友達のお誕生日会をした時のオフショット、これは誕生日っぽいのでいいなって思って、これもめちゃめちゃ少ないです。5枚ぐらいしかないかな。でこんな感じでこのこういってランダムにこうサイン入りが混ざっています。1000円でゲットできるんですけど、世に出てないオフショットたちなのでぜひ挑戦してみてほしいなって。じゃーん、こんなに頑張りましたよかった。なんか生誕祭が結構広い会場で人数も結構いるので、みんな一人一枚は最低でも買えるようにランチェキを作りました。今せっかく作ったので生誕祭風でちょっと弾いてみたいと思います。どうもこんにちは。じゃあランチェキ5枚でお願いします。あ、こっから弾くんですね、わかりました。へえ、緊張するなじゃあ弾きます。じゃん、おお、1枚目は猫耳衣装が出ました。サインなしですが、すごい背景とかめっちゃ可愛いですね。じゃあ2枚目、おお、また今度はなんかめちゃめちゃ近めの、これは自撮りですね、自撮りのチェキ、また猫耳でした。3枚目、おー、サイン入り当たりました。僕はこれ結構好きな、これ好きだったので嬉しいです。では4枚目、じゃん、おー、うさぎが出ました。すごい嬉しい。ウェディングレースが出てないな、頑張りたいな。えい、あはは、ウェディングドレス出ました、嬉しいすごい、え、すごくないですか。もう割とコンプリートしました。だいぶ枚数を取ってるので被ることはそんなにないんじゃないかなって、違う衣装でなるべく出るんじゃないかなと思います。これは1枚1000円で、当日は1枚1000円で1500円でツーショット、写メかツーショットチェキが撮ることができます。で、ツーショットの方はちょっと時間の関係で1人5枚まで、1回につき撮れるのが5枚までで、ランチェキは一応制限は設けてないんですけど、まあ例えば30枚とか言われたら他の人買えなくなっちゃうので、まあ様子見て選んでくれたら。どうですか、楽しいよねこれ弾くの。当日はこうやって、あ、そうですね、この衣装もありました。じゃーん、この衣装もありますね。でたまにこうシールも貼ってデコってあるあたりがあります。基本のあたりはこういうペン、黒ペンで書いてあるやつで、たまにこうデコってるあたりとかあります。じゃ、全部ね若干表情が違ったりポーズが若干違ったりしております。いや、いい感じです。このドアップとかも
あります。頑張った。はあ、楽しみにしていてくれたら嬉しいな。こんな感じでいっぱい用意しました。こういうちょっと意地悪そうな私もいます。なんかちゃんとした撮影のスタジオで撮影中に衣装で撮ったので、結構どれが当たってももう映えてる可愛い感じになっています。あ、これもありますね。ちょっとこれはしっとりした感じ。結構いろんな種類があるので5枚引きとかしても割とかぶんないと思うし、私は優しいので全く同じ構図のものが出てしまったらもう一度引きます。引けるようにします。はい。あとですね、あとで私もストーリーするのですが、私のブランドのシュエットラテの会社がファミリーセールを行います。11月に行うんですけど、先ほど確認したら男性もご参加 OK でユニセックスのご用意もあるとことです。全部で6ブランドのブランドのアーカイブ商品だったりが、あとサンプルだった商品とか、あとはセレクトしたけど販売にまで行かなかったセレクト、とりあえず取り寄せてみた服とかが、めちゃめちゃ安くお買い物できるファミリーセールが、この間の展示会場北参道駅で行われます。もし興味ある方いたらぜひ遊びに行ってみてください。そして私の生誕祭が11月の13日日曜日に会います。チケットあと2枚です。そして来られない方もテレビ電話が同じ日に朝やるので5分間1対1でお話しすることができます。よかったらテレビ電話でもこう押した経緯とか出会ったきっかけとかそういった話を聞けたらとっても嬉しいなって思うので、よくじゃないよかったら遊びに来てください。あとは11月12日前日の土曜日にはクロスレンズで共演したなるちゃんの、イベント、ソロイベントにお邪魔します。クロスフレンズのミュージカルで歌った曲を歌ったりとか一緒にゲームしたり、ゆるくて楽しいイベントとなってます。そちらも特典会があるのでツーショットチェキ取ることができますのでぜひ遊びに来てください。あとはなんだろうな、あとは告知でしょ。あ、アイサコミユちゃんの生誕祭に出演します。久しぶりのアイドル復活なので、そちらもチケット発売中なので遊びに来てくれたらとっても嬉しいです。その日も特典会があるので寂しかったら悲しいのでぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。あとは私の座席ありで生誕祭は、着席です、全員。はい、なので安心してください。ずっと座って、1時間本編で座ってゲームしたりプレゼント抽選だったりお話ししたりして、後半1時間はフリマと物販と特典会になります。女の子はお洋服、私春夏秋冬といっぱいシーズンもの用意したので、フリマ参加したいなって方は大きめのカバンとか持ってきてもらえたらすごくいいかなと思います。あとじゃんけんゴリラ、私の年中さんぐらいのじゃんけんゴリラのちびかなこアクキーはですね、会場先行となってまして、売り切れ次第もうウェブで売ることはないのでよろしくお願いします。私の生誕祭の歌の時は赤振ればいい、ピンクとか赤とか、まあ好きな色で大丈夫です。好きな色をペンライトは振ってください。で、私がライブ出演する時は赤色で、多分みんな赤に馴染みがあると思うから赤色でお願いします。あとは私の誕生日11月14日に、誕生日を記念して作ったグッズが販売されます。ブルマイドだったり、ジーンだったりアクリルスタンド2種類あったりとか、結構いっぱいいろんなラインナップがあるので楽しみにチェックしてくれたら嬉しいです。そんなとこですかね。ただこの
チョキ引きがやりたかったんです見てくれてありがとうございました。ではバイバイ。